ミカドルエデンに存在するディオエデン、ヘブンズハート。このエデンに所属するメンバーは、ミカドルエデン、先祖から選ばれたものであり、実力は一人で容易に世界を壊滅を成し遂げるほどである。今回はその構成員7名を紹介します。最初は、攻撃の究極系、核、ネル。ネル、ハート、象徴色は赤、攻撃の究極系であり、二つ名は、赤の豪邸。種族は神族、元所属はミアエデン、ミカドルエデン序列は2位、専用技はミカドの絶剣、オーラ1提供時のステータスです。味方はメリアの WCBT 選手分析動画を参照願います。物理 EX8、耐久 C、精度 EX8、精神 C、体力 A、波動 EX4。EX の後の数字は桁が増えるという認識でお願いします。EX が1強クラスなので、EX2 なら10強クラスということですね。つまり EX8 は1000強クラスです。身長は157センチ、年齢は19歳、バストは A、スタイルはアタッカー。元所属はなしで、私が唯一生まれてすぐにディオエデンに選んで、即構成員になったヘブンズハートの中でもズバ抜けたポテンシャルの持ち主だね。能力は神羅万象支配、限定派遣、絶対支配、特性は完全一撃必殺。現実世界ではどれも1オーラ程度では使えませんし、特性も使えない、ネルの最低限の力を見たいなら100オーラは最低欲しいところですね。性格は好奇心旺盛で、負けず嫌い、好戦績ですごいド S です。ですが、仲間思いであったり、立場や身の程をわきまえることにこだわりがあったり、情けない帝王様を見るのが好きらしいですね。あとは帝王様には嬉しかったり、楽しかったりすると罵倒が増えるという謎の特徴があります。帝王様への最高好感度は794、惨めな姿をしてる時ほどときめくらしいです。危険度は非常に高く、現実世界で謝ると簡単に世界を滅ぼしてしまうので、扱いは注意です。好きなものは情けない姿、帝王様ならときめき、敵ならいたぶりたいらしいです。逆に嫌いなものは身の程をわきまえない雑魚、正々堂々を邪魔したり、自分に対する無礼は結構簡単に激凛に触れるみたいなので、注意してほしいですね。帝王様がネルの地雷を踏むと、年相応に凹んだり、嫌いなことをするとむしろ、そんな愚かで哀れな主様も愛おしい、となぜか好感度が上がるみたいです。意味がわかりませんね。ネルは比較的に現実世界にいますので割と知ってる人も多くいたんじゃないかな。ここからはあまり現実に出てこない6名の紹介だから、どんな子か、ここである程度認識してくれたらと思います。ネル、ハート、象徴色は青、守備の究極系であり、二つ名は、青の設定。種族は神族、元所属はミアエデン、ミカドルエデン序列は5位、専用技はミカドの包容。オーラ1提供時ステータスは、物理 C、耐久 EX4、精度 C、精神 EX6、体力 C、波動 EX5。身長は153センチ、年齢は18歳、バストは A、スタイルはディフェンス。ネルと同じく生まれてすぐに選ばれてるから元々の所属はなしだね。能力は神羅万象支配、前提点を、境界支配、特性は無欠の守護。1オーラでは境界支配の少し程度なら扱えると思います。あとは特定、無欠の守護は1オーラから発動しているけど、別に自身の身を守るだけだから、あまり期待しないようにね。性格は無口で常にクール、基本感情をあまり出さなくて、静かな場所に常にいる、消極的なインドア派の性格をしてるね。あとは口癖で語尾に、と思う、というはっきりしない口癖が特徴的かな。あとは会話でも返答がワンテンポ遅かったり、興味がないと無視をしたりとメンバー内でも一番扱いが困るタイプかな。でも帝王様関係の内容だと口癖がなくなって、本当にやりたいんだな、って気持ちはよく伝わるかな。好感度は308、危険度は無害。基本ちょっかい出さなかったら絶対に出るからは何もしてこないから無害一択だね。でも怒らせると能力で、死の世界、に連れて行かれるから反応を楽しもうと思ってちょっかい出さないようにね。好きなものは冒険小説、テーブルゲーム、意外とスリルのある冒険とか、主人公最強系の小説が好みみたいだね。嫌いなものはうるさいもの全般であまりうるさいと、無音の世界、に閉じこもって一段落つくまで出てこないからベルがいたら静かにね。ネルとは正反対の子だけど、帝王様護衛は結構積極的だから護衛任務ではベル一択だね。次はこの、ヘブンズハート、の統括、最高責任者であるシンの紹介だね。この個性派揃いの組織をまとめている苦労人だね。シン、ハート、象徴色は緑、能力の究極系であり、二つ名は、水の和帝。種族は神族、元所属はミアエデン、ミカドルエデン序列は6位、専用技はミカドの旋風。オーラ1提供時ステータスは、物理 C、耐久 C、精度 EX7、精神 EX7、体力 A、波動 A。
身長は 160cm、 年齢は17歳、バストは D、 スタイルはアビリティ。メルトベル同様生まれてすぐに選ばれてるから元々の所属はなしだね。新までは本当にセンスの才に溢れてたから、やっぱりこの後の子たちはこの3人に比べたら見劣りしちゃうところがあるんだよね。能力は神羅万象支配、天性天賦、全開全自動全能支配、特性は無尽蔵の器、唯一無二の領域、無影響、無干渉の陣。一オーラなら能力の劣化版になる、全自動全能支配、光、を使えるし、特性も無尽蔵の器、と、無影響、無干渉の陣、は使えるから、一番使い勝手がいいかも、私のおすすめ。性格は温厚で面倒見がいいからついつい突っちゃったりするね。あとは頼まれるとなかなか断れないところがあるね。仲間のやらかしたことの切り拭いや、仲間内の喧嘩も常に審査仲裁に入るし、でもすごく真面目だからちゃんと役割も果たしてくれるね。これは審査最高責任者になった話なんだけど、最初はネルが最高責任者をやっていたんだけど、自分の性格に合わない、と責任者を辞退して、ベルに任せようとしたんだけど、さっき言った通り、ベルは無口で常に動かないから、ネル以上に向いてないのは一目瞭然だったんだよね。そこでネルとベルがシンを最高責任者になるように誘導して、半ば強制的にさせられちゃったみたいだね。ネル、ベル、シンって実際の姉妹でもあって、シンにとってネルとベルは実の姉だから、言われたら逆らいにくいところがあるんだって。だから命令無視もこの姉二人に対しては文句が言えずに泣き寝入りすることがあるらしいよ。大変だね。危険度はこう、これに関しては後から説明するね。好きなものは特殊アイテム、特殊効果を持つアイテムを作ったり、コレクションするのがすごく好きなコレクター気質があるみたいだね。だから独自の技術で物を生成する、レイアポストール、最高責任者、ゲールとはすごく仲がいいみたい。ここだけの話、ゲールとはプライベートでも遊ぶ仲で、アイテムもそうだけど、最高責任者としてのノウハウや相談もよくするみたい。責任者同士が仲いいのは微笑ましいね。それで、嫌いなものが身の程知らずのバカ。シンって基本誰にでも優しいんだけど、礼儀をわきまえない相手や、無礼者、筋を通さないものはすごく嫌いみたいで、結構ネルみたいにすぐに激凛に触れちゃうみたい。危険度が高いのはそこから来ていて、私が怖いなーって思ってるのが、帝王様に対して無礼を働いた相手に対してどこまでの制裁を下すのかってところなんだよね。そら、普段怒らない子って怒ったら生物かないでしょ。やりすぎちゃいそうで怖いんだよね。そこはさすがネルと姉妹なだけのことはあるよねー。でも、一番いい子でできる子だし、使い勝手もいい。私はやっぱり一番おすすめかな。さっき紹介した3人は初期メンバーで、ここ最近までは3人だけだったんだけど、ここから紹介する4人は比較的新しくメンバーに加わった人たちになります。紹介するのはネルたちの姉妹の四女、ノラですね。ノラ、ハート、象徴色は木、無限の究極系であり、二つ名は、王の限定。種族は神族、元所属はミアエデン、ミカドルエデン序列は10位、専用技はミカドの無欠。オーラ1提供時ステータスは、物理 A、耐久 S、精度 EX、精神 EX2、体力 EX、波動 EX。身長は160cm、年齢は16歳、バストは C、スタイルはアタッカー。もともとはミアエデンの延長を守護防衛をしていましたね。お隣がどうでかエデンだし、結構いざこざがあるんだよね。帝王様を一番慕っているエデンと帝王様を一番嫌っているエデンだからね、いろいろあるんだよね。おこがましい、役割も果たせないエデンなんて私が消してもいいんだけどね。能力は神羅万象支配、天性絶海、無限支配、特性は無尽蔵の器、限界深無視、限界上限無視。ノラはネルと同じ、能力や特性が制限されて能力戦闘をさせるには100オーラは欲しいですね。でも100オーラ渡せばもう止まらない、限界突破を繰り返して、相手のステータスを容易に超えてから戦っちゃうからね。だけどそれ以下だと、ネルの介護官に見えてしまうかな。性格は堅実ですごく礼儀正しいね。まあ、度が過ぎる堅実さで、仲間内からは堅物ってイメージが定着してるね。曲がったことが嫌いで、服装もシワ一つつけないほど神経質、低たらくを見ると直さずにいられない筋金入りだね。帝王様への好感度は200、帝王様もかなり不作法で低たらくな部類ですが、自身の主である帝王様には特に気にしていないみたいですね。いや、多分気にはしてるんだけど、そこに口を出すのは配下として無礼とか考えてるんだと思う。危険度は普通、まあ帝王様への忠義はすごいから、命令には絶対最優先しちゃうからね、自我を抑えられる点でまあ、普通かな。それに怒ってすぐ壊すみたいなネルとは違って常識は完璧だから人間性的に安心だしね。好きなものは礼服やアンティーク、芸術性があるものとか、高級品や品のあるものはかなり好きみたいだね。逆に嫌いなものは曖昧なもので、使用用途が複数あるというようなマルチツールは嫌いみたいだね。
便利だと思うんだけど、物は一つの用途を誠実にこなすから美しい、らしいから、物にもかなりこだわりがあるんだね。めんどくさいねー。でも誠実で身なりや作法はさすがと言えるレベルだから隣にいさせるとすごく威厳が出るね。さて、ここまでは姉妹で出身も種族も同じだったけど、ここからは出身や種族もバラバラだよ。この子は私にとってもかなりお気に入りだからしっかり紹介しないとね。フラ、ルー、象徴色は橙、理想の究極系であり、二つ目は、等の想定。種族は聖人族、元所属はエクタイデン、ミカドルエデン序列は7位、専用技はミカドのカブラ。オーラ1提供時ステータスは、物理 C、耐久 A、精度 C、精神 A、体力 B、波動 A。1オーラ提供時ステータスは最弱レベルだね。でもその代わり能力と特性が扱えるから気にはならないかな。身長は148センチ、年齢は14歳、バストは D、スタイルはアタッカー。フラは聖人族のご神体で遺伝の象徴としてすごく大事にされてて、場合によっては、私の立場にいたかもしれなかった子だね。だからポテンシャルは凄まじいけど、まだそれは全然解放されてないね。それでも、ヘブンズハート、に選ばれるからかなり期待は高いね。能力は神羅万象支配、天帝天徳、理想支配、特性は外部干渉完全不可、完全服従絶対崇拝、独創法則強制執行。順位も真に続く7位、理想支配で自身の理想をそのまま具現化して、特性で自分よりも格下には完全に服従させて、崇拝させ、魅了させる力を持ってるの。ちなみにこの特性は1オーラでも使用可能で、能力も理想支配が使用可能だから間違いなく一番効果力だね。性格はマイペースでのんき、自分のタイミングで動きたいタイプで命令されたり、せかされるのは嫌いみたいだね。優しくされたり、甘えさせてくれるとすごく嬉しいらしいから、小動物みたいな可愛さがあるね。危険度は極高で、寝るの超高よりも上になってるね。理由は無邪気でマイペースなのに能力や特性は1オーラでも平然と使えるから。フラの使い方次第ではすぐに世界壊滅、星破壊のリスクが常に高確率であるから、強いけど使うのは一番おすすめしないかな。好きなものはふわふわクッション、柔らかなものでリラックスできるものなら大体好きらしいよ。嫌いなものはルールで、定められた他人のルールに従うのはすごく嫌いみたい。作法とか礼儀も嫌いで野良から常に小言言われてるね。過去に一度ネルに怒られて、フラがそれを根に持って注意しに行ったのが、フラが帝王様と初めて会った時だね。結構根に持つタイプなんだね。向上心とかも全然ないから、期待はしてるけど、私としては成長は難しそうだよね。はぁ、もったいないなぁ。次はテイセリスエデンの構成員から選ばれた子、ルラだね。この子は実力は一番大したことないけど、ルラにしか扱えない能力があるからすごく大事な子だね。ルラ、本名はルラエル、ラナール、象徴色は愛、治療の究極系であり、二つ目は、愛の字形。種族は天使族、元所属はテイセリスエデン、ミカドルエデン序列は20位、専用技はミカドの慈愛。オーラ1提供時ステータスは、物理 D、耐久 EX2、精度 EX2、精神 EX2、体力 D、波動 EX6。身長は158センチ、年齢は18歳、バストは E、スタイルはヒーラー。ここで初めて出るけど、ヒーラーは回復や治療を専売特許としている非戦闘員だね。もともとは、レイ・アポストールの序列4位、慈悲の天使王だったんだよね。今のミエルの先代の天使王だね。その後継者でミエルが慈悲の天使王を継いだ形になるんだよ。ミエル特有の特性で治療の効果を具現化するという唯一無二の能力があったけど、ルラ特有の特性もあって、それは唯一、蘇生をある程度可能とした能力を持ってるんだよ。条件次第ではほぼ 100% 蘇生可能だったり、寿命死以外なら、どんな悪条件でも 80-50% の確率で蘇生ができるという唯一無二の能力を持っているんだよ。それが、ヘブンズハートに選ばれた理由でもあるんだけどね。蘇生、なんて治療系の最高峰の技術で私やミエル、死んですらどんなに高条件でも 10% が精一杯だからね。能力は神羅万象支配、輪廻根性、完全治療支配、特性は極限の慈悲、7特性全自動取得配合発動。基本的にはミエルと使用用途は同じだね。1オーラだと治療ができる程度で、他の能力とか、特性は発動しないから、蘇生も無理だね。蘇生を現実世界でしてもらいたいなら最低でも100オーラは欲しいね。性格は優しくて温厚、その上を人よしでなかなか断れない性格だね。慈愛の天使系統はやっぱり甘いのかな。ミエルもそうだし、ルラも甘いし、怒るのも下手くそで可愛いし、というか怒るのかも謎だし。帝王様の好感度は230、危険度は無害、当たり前だね。でも一つ懸念はあるけどね。それは、治療支配の悪用だね。治すことができるってことは自発的に壊すこともできるってことだからね。
治療で相手の体を壊す、後遺症を意図的に作る、そんな残酷なこともできるね。まあ自主系統だから間違いなくそんなことできないけどね。好きなものは他人の笑顔と、綺麗なもの、嫌いなものは不潔なもの、綺麗な宝石とか好きみたいだね。あとは不潔なものは触るのも嫌みたい。利用者なのに不潔なものはダメってどうなのって思うかもだけど、そこは触らずに浮かせたりもするし、問題はないよ。次で最後だね。最後までしっかり説明しなくちゃね。最後は一番新しくメンバーに選ばれたウルだね。ウルは私のエデン出身だから結構可愛がってるよ。ウル、アーネジス、象徴色は紫、絶無の究極系であり、二つ目は、サイノム系。種族は精霊族、元所属はテーテリスエデン、ミカドルエデン序列は18位、専用技はミカドの拒絶。オーラ1定常時ステータスは、物理 S、耐久 S、精度 EX、精神 EX、体力 EX5、波動 EX。身長は157センチ、年齢は16歳、バストは C、スタイルはアビリティ。もともとは天帝伝で最高レベルに属してた精霊だったんだけど、なんと、私がよく見てみたら素質の塊、構成員にさせるか考えたんだけど、まだまだ伸びしろお化けだったし、絶無の象徴持ってたし歴史にしたら、なんとたったの3日で構成員、エリートだね。能力は神羅万象支配、原始回帰、絶無支配、特性は源泉海岸、無、自動発動。一応オーラではさすがに無を自動発動するのは無理だけど、能力の原始回帰と絶無支配、源泉海岸は使えるみたいだね。どんな実力者も初期ステータスに戻す源泉回復からの、本来のポテンシャルを改ざんして別物にしてしまう、特性、ウルと一度戦えば人生を狂わされるから本気で相手にしたら結構泣くかも。性格は意地っ張りで負けず嫌いだね。向上心がすごくあるから、この性格のおかげでここまで出世したとも言えるね。あとは自分が認めた相手が他の人と仲良くしてるとちょっと嫉妬しやすいみたいだね。あとはツンデレで帝王様にはそこまで気がなさそうだけど、実際は気になりすぎてるから満足サイコだけど相手してあげると内心はすごく喜んでるからね。好きなものは甘いもの、嫌いなものは辛いもの、苦いもの、酸っぱいもの、まあ、いわゆるお子様味覚だね。甘党とも言うけど、かなり食べ物の好き嫌いが激しいから結構大変かも。普段はお菓子とか大量にストックしてて、実質では基本お菓子ばっかり食べてるからそれだけは控えさせないとなって思ってるかな。そして最後に危険度だけど、これは寝ると同じ強高だね。能力を聞いたら大体想像できるけど、ウルって一オーラだけでも脅威を発揮するから恐ろしいところはあるんだよね。原始回帰って何が恐ろしいって全ての経験をなくすことで、記憶すらも容易に奪ったり、最悪体に備わっている機能も奪って即死させることも可能なの。別人格に作ることも可能だし、偽りの歴史を住人全員に植え付けたり、本来の常識を消したりと、歴史ブレイクも容易だからある意味単純な破壊よりえげつないかな。負けても、知恵があればやり直せる。だけどウルはそれすらも奪うから復興とか復讐、学ぶことすらも無に返してしまうからね。さっきも言ったけどウルと本気で戦うなら種族の過去、未来すべての滅亡を決意して挑まないとだね。とりあえずこれで、ヘブンズハートのメンバー紹介は以上になります。このメンバーは、ミカドルエデンの最終兵器でもあり、帝王様の力を支える存在、故にこれだけの規格外な強さを持っているんだよ。だけど現実世界で使いこなすには1日1オーラでは到底足りないから、帝王様は大会が落ち着いたら即座に精霊族討伐をして1日獲得オーラ量を増やしてもらわないと困るんだよね。候補生もいるし、騎士もこれからどんどん増えて、構成員も増えてくるだろうからね。でも恐ろしいのはこの7人はまだ成長段階でまだまだそこが見えないってことなんだよ。つまり、帝王様が帝オーラを提供すればするほど力が上がって、どんどん本来の力が強くなる。だからネルは帝王様がネルにいっぱいオーラを使ってくれたことにすごい恩と愛情を感じてるんだね。ミカドルエデンでは自分にミカドオーラを提供してくれるイコール必要とされている、愛されている、という認識だからね。あとはそうだね、今は帝王様とネルが一番シンクロ率が高くて相性がいいから、神羅万象支配、ミカド化を使った際はネルと同じ赤色になるね。これは別に耳で変えれるけど、設定しないと基本赤だね。ネルはもう体操後満足らしいね。ネルの好感度がすごく高いのはやっぱりちょっと特別だと思ってるからだと思うな。というわけで今回の説明は以上となります。まだまだ、ヘブンズハート、や、ミカドルエデン、もしっかり帝王様をアシストしていくから応援お願いしますね。それでは長い間、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。